次のレース参りましょう。次のレースこちら。あ、これは視聴者の皆さんがなりたいってことか。まあ我々でもいいんですよ、ね、ちなみにもう僕はもうバラしてありますよ。え、これディレクターたちがどうしてもこの質問やりたいっつって、はい、おいスケベども、本当だよバカ誰が俺たちの好みじゃないんだよ、皆さんがなりたいもの、憧れね、ま、それを知ってどうしてんだとパーセンテージを見てどうしてんだと、おおそうなんだ、おおって言いてんのかと変態、変態ですよ、ね、そうですよ、発想が変態、これ難しいっすよ、ね、世の中 ね確かにおっぱい星人と呼ばれるような男性は多いには多いですけど、うん、今さテレビで出てる方々ってさ、巨乳タレントさんとかよりも、うん、シュッとした方たちが多いじゃない、あと今、うん、洋服とかみんなね今昔と違って情報があるから、うん、いろんな服の情報があるじゃない、そうですね、はい、そうすると大体どの服も巨乳さんよりもシュッとした人が似合うようなデザインが多いじゃないですか、うんうん、てなるとここじゃないっすか、あ興奮興奮興奮してる興奮度がすごい、興奮度がすごいB カップね、うん、なくてもいいけどちょっとあった方がってやつね、はい、昔おっぱい占いってのが歌でありましたけど懐かしいっすね、宮崎トムさんが歌ってました、ね、A カップ B カップ C カップ B カップ B カップ F カップって、そこだけちょっとって言うんですよ、懐かしいな、選ぶとしたら君ならどれが好きってやつですね、ありましたねありましたね、 B カップはねあのちょっとなくてもいいけどちょっとあった方がそんなの微妙すぎって言われてます、ねはい、そういう方は、ね、僕はおっぱい全部好きですよ僕はおっぱいは A からそうダブルゼータダブルゼータダブルゼータおっぱいは全部ガンダムですからA はサルトガンダム、B はバスターガンダム、あいっぱいありますね、C はキャプテンガンダム、あ B はデンドロビームだデンドロビーム、E はエキストラスペリオルガンダムF はフォーミュラ91、いやいっぱい出てくるわ、 G は G ガンダム、あ G ガンダム、 G ガンダム、だって H カップはハイニューガンダム、あかっこいいハイニューかっこいいな、そうそうそう、だからもうおっぱいは全部ガンダムだと思って、僕ガンダム好きだから、あおっぱい全部好きなんですよ、あ確かにおっぱいガンダム理論ってやってるわけですけどおっぱいガンダム理論はよくわからないですけれども全部ガンダム好きさあということで、あそうですね、1枚、いやー1枚、あー1枚はひよってんね、はい、1枚2枚さあこの選択が吉と出るか凶と出るか、視聴者の皆さんの答えはこちらじゃ、ギャン、おお全部入れときゃよかった、すげぴったりじゃないですか、なんで2枚にしたんだよ、日和りましたねこれはね、日和った、ダセー俺日和りましたね、女心 おっぱいに関しての女心ちょっと分かってんじゃないですか俺掴んでましたね、かっこおっぱいに関して